はい、皆さんこんにちは、残業です。今回ねちょっとね急遽ねカメラ回してるんですけど、実はですね今日は12月のね24日クリスマスイブですね。で今日ねちょっとねクリスマスにねちなんだねちょっとね動画をね撮ろうと思ったんですけど、ちょっとねまあいろいろとあってねキャンセルっていうことに、ね、なってしまったんですよね。はい、まあね、あるねあるアトラクションをね題材にしたね動画にしようかなって思ってたんですけど、ちょっとねカツになっちゃったんで、っていうことでね急遽ね今回はサンタコスでポッチマスをね楽し精一杯に楽しもうっていうね動画にしようと思います。はい、変更しました。はい、ってなわけでね、はっちゃんはこういう感じでね今回ね一応ね本当はね着る予定なんかなかったんですけど、サンタのね格好で着てみますね。はい、一応ね相棒のねかまぼこもねこういう感じでねちゃんとサンタの格好してます。本当はね動画でねいろいろとやる予定だったんですけど、ちょっとね急遽ね中止になっちゃったんで、今日はねまだねなんだかんだよねクリスマスのね限定フードっていうのね食べてないなと思ったんで、ちょっとね今回ねそれをね食べてみたいなって思います。はい、せっかくなんでね、まあ、今回着てきてるね衣装のね質問をします。はい、こんな感じでねサンタのねコスチュームになってます。これはねあのね前のね動画にねなんかねサンタのねコス買ったら下着みたいなスケスケのやつが来たって言ってやつあったじゃないですか、あれです。はい、でもねあのね透けてるんでね着れないんで、あのこのね下にね普通のねサンタの服も着て、はい、なんで二重でね着ることによって透けないようにしてます。なんで下着みたいなね透けてるやつなら着たら間違いなく炎上しちゃうんで、一応ね二重で着てます。もしねこの動画見てねこの衣装可愛いなって思った人がいたとしてもですね、これを買うときはね透けてるんで注意してください。私みたいにね別の衣装も買って二重で着たら、まあ、着てます。ちなみにねこの格好を見たね弟はですねレベル1000くらいのね罰ゲームやんって言ってましたね。まあ正論ですね。なのでね今回の動画ですね女装もしてるしウォッチだし、しかもねサンタの格好までしてるんで、もうね本当にねレベル1000も1万くらいのね罰ゲームみたいなねそんな感じになってます。ちなみに、はい、じゃあそれぞれ行こうかかまぼこな。てなわけで今回は急遽このド変態がクリスマスの限定フードの食レポをしますので、どうかお付き合いください。12月24日の USJ はクリスマス当日でにぎわってます。しかし皆さんツリーがお目当てなのかレストランなどは意外と混んでいなかったです。ちなみにグラマシーパークではカウントダウンの準備をしてます。クリスマス限定フードの紹介動画をクリスマス過ぎてからアップするのは一見すると完全に手遅れにも見えますし、実際手遅れなんですが、 USJ は東京ディズニーリゾートと違って1月9日までクリスマスしてるんすよ。商魂たくましいですね。なのでまあギリギリ OK でしょう。まあ今日はぼっちなんですが精一杯イブを楽しみます。はい、てなわけでね、急遽ね、ちょっと内容をね、変更して、まあね、動画撮ることになったんですけど、なんかね、思ったよりもね、サンタの格好してる人いないですね。なんていうかね、もうね、歩くたびにね、周りからね、うサンタやん、みたいなね、うサンタおるとかなんか言われるんですよ。で、周りね、ガチでね、サンタの格好してる人いないんで、本当ね、バカ丸出しみたいな感じなんですけどね。今日はね、急遽ね、予定がね、かかって空いたっていうことでね、一応ね、まあね、クリスマス限定フード食べたりとか、まあね、適当なことしてね、こっちのね、クリスマス、USJ のね、こっちマスをね、楽しもうと思います。てなわけでやってきたのは、ノーリミットマーケット。ここには2022年新作のクリスマス限定フードが多く集まります。カートが複数ありますが、今年の新作を扱うのはこちらと、あとこちらのカートです。こちらのカートでは食いしん坊サンタのチキンクリームチャウダー、そして隣のカートには赤鼻トナカイのハンバーグデミオムライスとクリスマスホットアップルパイチョコ&ピスタチオが売ってます。サンタとトナカイのは対のデザインになってますね。でもカートは別々のようです。釣りがいたら分担して買えるんですが、もっちだから無理です。かまぼこは所詮ぬいぐるみなので、そんなお願い聞いてくれませんしね。とりあえず、トナカイのオムライスとアップルパイの方を先に買います。最初に食べるのは、赤鼻トナカイのハンバーグデミオムライス。はい、ではね、早速ね、トナカイの、ね、オムライスいただきたいと思います。
パッケージがね、トナカイになってます。まあね、せっかくね、あのサンタとのね、スープと普通になってるんですからね、同じところで買えたらいいんですけどね、ちょっとね、買えないですね。しかもね、あの2人とかで来てる人だったら、あの全然ね、お前こっち並んどけ、俺はね、こっちのやつ買うからみたいなことできるんですけどね、俺の場合ぼっちなんで、片方しか選択できないんですよね。なのでね、まあ、とりあえずね、先にトナカイをいただきたいと思います。はい、中はね、こんな感じになってます。あのね、これね、トマトがね、嫌いなんですけど、特にね、プチトマトが一番嫌いなんですけど、これね、多分プチトマトですよね。違うかったらいいんですけどね。プチトマトですね。あ、でもね、あ、でもね、結構ね、でもね、全然ね、えぐみとかない感じのね、食べやすいトマトでしたね。これね、ちっちゃいね、ハンバーグがね、オムライスの上に乗ってるんですよ。よくあるめちゃめちゃ美味しい定食のハンバーグって感じの味がしますね。次はね、オムライスのとこ食べます。あ、卵がね、トロトロでね、上に乗ってるね、ソースがね、デミグラスなのもね、いつも食べてるケチャップがね、かかってるようなね、低速なね、オムライスとね、全然違ってね、美味しいですね。この鹿のね、鹿じゃないわ、トナカイのね、角をね、模してるね、これはね、何なんですかね。じゃあ食べてみます。別に味はしないですね。クラッカーとかパイとかね、そのあたりのやつですね。まあ、評価としてはね、星4くらいですかね。一応ね、結構ね、ご飯も入ってるんで、まあ、俺みたいなね、小食な人間だったら、まあこれとね、まあ、言うてこれあったらね、全然道一日持つんじゃないかなっていう感じですかね。次はクリスマスホットアップルパイ、チョコ&ピスタチオを食べます。ではね、続いてはね、アップルパイいただきたいと思います。クルーさんからね、一応ね、一つアドバイスがあって、なんかね、これね、めちゃめちゃね、落とす人がね、多いらしいですね。なので運ぶときはね、注意して運んでくださいとのことでした。ね、一応ね、上にね、チョコレートがね、かかってますね。はい、いただきます。冷えちゃってますね。まあでもね、冷えててもね、全然美味しいですね。このチョコレート自体はですね、ほろ苦いタイプのチョコレートですね。それではね、次ね、サンタのやつをね、食べたいんで、ちょっとね、買いに行きたいと思います。一緒のね、カートでね、買えたらいいんですけどね、ちょっとめちゃめちゃ寒いですね。今ね、俺が着てるね、衣装ね、あれなんで、お腹ね、出てるタイプのやつなんで、正直ね、めちゃめちゃ寒いです。それではね、サンタのクラムチャウダー早速いただきたいと思います。あのね、実はね、ここね、持ってくるときにね、ちょっとね、盛大にやらかいしちゃいまして、あの、歩いてこれ持ってね、歩いてたら、他の人がね、まず靴紐ほどけてますよって言われて、って言ってね、下も左足がザッパーってなっちゃったんですよね。だからね、ちょっとね、量減っちゃったんですけど、はい、まあ、服にもね、めっちゃかかっちゃって、はい、ではね、まあ、皆さんね、そういうことにならないように気をつけてください。はい、ではね、パッケージはですね、こういう感じでね、お腹のね、今出てるね、サンタの絵がね、描いてます。お前らも将来こうなるぞっていうね、まあ戒めみたいな感じなんですかね、ちょっと意図はわからないです。一応ね、私がね、着てるね、衣装もね、見ますかね、ほら、こういう感じでね、お腹出てます。めちゃめちゃ寒いです。なんでこんなんやっちゃったんだろうと思ったんですけどね。まあね、Amazon でね、サンタコスチュームって検索してね、出てくるね、レディース用のやつね、だいたい全部お腹出てるんですよ。じゃあね、いただきます。中はですね、人参とじゃがいもかな、あとね、なんかチキンみたいなやつが入ってます。何でもいいね、いただきます。あったかい、あったかいですね。お腹にね、結構ボカボカきますね。もうお腹ね、もうむき出しなんでね、もうめちゃめちゃ冷えてて、
もうね、むき出してる人なんてね、カイロとかも全然貼れないくって、もうお腹ね、やべえってなってたんですけどね、あの結構ね、あったかいですね。チキン結構大きいですね。脂身とかね、皮がね、ついてないね、食べやすいね、チキンですね。俺はね、個人的にはね、皮とか脂身ついてる方が好きなんですけどね。じゃあね、これがね、サンタの帽子ですね。ちょっと降りちゃいましたね。いただきます。ですかね、あ、チキンめっちゃ入ってますね。なんかね、ひとかけらくらいね、なんかケチくさく入ってるのかなと思ったんですけど、結構ね、ゴロゴロ入ってますね。いや、ここね、ポイント高いですね。個人的な評価としてはね、星3くらいですかね。なんかね、これしか、あのカードね、これとね、あとね、ドリンクしか売ってないんですけど、これ単体だったらね、ちょっとね、量少ないっていうかね、まあ、これ、所詮スープなんで、何かと一緒に食べたいんですけどね。っていうかね、さっきのね、トナカイのね、オムライスも絶対で食べたいんですけどね、一緒には売ってないんで、まあ星3くらいですかね。食べ終わる頃には辺りもしっかり暗くなり、多くの人がツリー前に集まってました。はい、ではですね、 USJ でクリブッチ楽しんできました。楽しめたと思います。はい、かなりね楽しめました。あのね、 USJ のね、一人で行く、しかもね、クリスマスをね一人で楽しむってね、ありえないみたいなね、考えた人多いと思うんですけど、全然そんなことないんですよ。 USJ ってね、一人でね、クリスマスね、全然ね、楽しめるんですよ。まあね、楽しめるからこそ、まあね、一人で USJ 来て、しかもね、仮装して、なおかつサンタをね、仮装までしてるっていうね、こういうね、橋のね、上乗りみたいなことがね、できるんですよ。これね、楽しくなかったら、ね、絶対できないんで。なのでね、皆さんもね、ぜひね、USJ ね、クリスマスの USJ ね、一人ぼっちだからってね、あんま関係なくね、楽しんでみてください。